この調子で第2部にも行ってみましょう。第2部の皆様、お茶会極めますよ。わあ。それでは第2部の皆様、自己紹介をお願いします。はい、武部沙織役茅野愛です。はい、レーゼン真子役の井口優香です。よろしくお願いします。お願いします。トークで戦車道極めます。第2部、一部同様質問カードに答えてください。はっ、ゆかち、はい、なんかあるよ、いつの間にか。いつの間にかおい、へえ。じゃあ第1部の3人と同じようにやってみますか。どれ引こうかね。ゆかちからいっちゃう。私、カちゃんいっちゃいなよ。じゃあ一番近いやつしようかな。何が出るかな。あ、なんか可愛い。本当だ。なんか挟まってる。あ、可愛い。なになに。もし戦車に乗るとして、うん、3つ私物を持ち込めるとしたら何を持っていきますか。使い道も教えてくださいと。そうだね、みんな結構いろんなもの持ち込んでたからね、うん、特に沙織さんはこだわりがあったよね。あったね。なんかクッションとかさ、うんうんうん、こうやって揺れるからお尻痛いっていうので、うんうん、クッションとか、そういえばみんなで買いに行ってたよね、うん、入れてた気がするけど。何持ってこ、なんだろう、何持ってこう、悩むね、うん、ちょっとじゃあ3つあるからさ、うん、1個ずつ行ってこう、あげてく、うん、すごい悩んでる。でも何がいいかな。でもさ、うん、これなんだろう、紅茶とかさ、うんうんうん、あったかいものとかって、うん、あんまりさ、多分食器系ダメだよね、割れるよね。そうだね、イギリスのチームはみんな持ってたけどね、なんかこう確かにこぼれないのかな、あれって揺れるもんね、実際乗ったら、うん、だからそう思うとやっぱり低反発枕的な、ああいうのとか、ちょっと沙織と一緒だね、衝撃を抑える、抑える。で、マコも持ってそうだよね。そうだね、枕とかね、枕寝ちゃうけどね、マコの場合、危険だね、うん、なんだろう、何がいいかな。反発マット、いいね、とか、うん、引くのがいいな。いい、それにする。テンピュールね。テンピュール大事私何にしよう。3つ選べるんだもんね。そうそう、まず1個目、ね、戦車の中って私入ったことはないんだけど、うんうん、きっと匂いがこもりそうだから、どっちにしよっかな空気清浄機か、うん、いい匂いがするやつ。いや、空気清浄機じゃない。空気清浄機かな。どちらかというと、だってうわってふわって なんかなんだろう、匂いが、うん、もしね、うん、まあ、その外になかなか換気できなくてこもってる中に、うんうん、いい香り入れたら、うん、多分ね、混ざってね、不思議なことになると思う。酔っちゃうかな。酔っちゃうかな。空気清浄機、ただコンセントさせる。あ、そういう現実的なことやめよう。そうだよね。そうだよ、何を持ってきたいですかっていうのが、ね、植物とかいいんじゃない。あ、いいね。植物だったら多分、まあ、空気清浄機よりは効果ないかもしれないけどでも気持ちが安らぐよね、うん、とかもあるけど、あ、でもな、あれも割れるかな。確かにな。じゃあ割れないお食、割れない鉢にしてね、うん、プラスチックとか、ね、プラスチックにして、あ、とか、あとなんだろう、空気きれいにするものは欲しいね。欲しい欲しい。なんかあんまり広いイメージがないじゃない、うんうん、だからそういう感じかな。あとは、ね、暗いのかな、あと中って。あ、どうなんだろう、暗そうだね。なんかさ、暗かったらさ、光るさ、よくさ、天井に貼るなんか何あるじゃん、キラキラするやつ。あ、わかる、星のマークとかいろんな、うん、アームとかさ貼っといたら蓄光のやつ。びっくりした。マイクが落ちた。マイク落ちたよ。大丈夫。音大丈夫ですか。まあこういうハプニングもあるよね。そうだね、前と荒ぶりすぎちゃう。確かに蓄光のライト、うんうん、とかもいいなと思う。かわいいかも。プラネタリウムみたいにできるのとかあるじゃん。 あれいい。あれを持ち込んで中星空にしてとか。秘密基地になるね。いいね。いいね。そうなるとお菓子が必要になってくるんじゃない。お菓子、うん、何、梅干し。梅干し大好き。梅干し大好き。絶対梅干しだと思った。そう、梅干し大好きなの。でも大洗にも梅干し美味しいのあるしね、うん、あ、そうだ、あれだ、沙織さんの梅干しとか、あれ
あったよ、多分。沙織さんだったかな。私もらったお菓子、大笑いの。グッズで。グッズで、グッズで。すごい。多分コラボで大笑いの方が作ったんだと思うけど。そうなんだ。いただいた。どうしよう、梅干しじゃなかったら。でもなんかね、そういうお菓子とかで梅もあったと思う。ね、干し梅はね、あ、干し梅じゃない。あの干し芋も有名だしね。そうだよね。そういう系はいいね。あ、じゃあ干し芋と梅と、あれなんかもう3つどころじゃなくなってるけど。本当だ、いっぱい上がってる。まあ大体6個ぐらいになったかしら。2人合わせてね。うん、そんな感じかな。そんな感じかな。じゃあ次も引いちゃう？はい。じゃあ私がカッチンしようかな。これは、あ、マンガ。カード引っかかった。じゃん。なになに？またかわいい。おー、大事な質問です。うん。ゲームの収録で一番印象に残っていることはありますか？そうだよ、これはゲームのね、皆さんゲーム買ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。そう、大事なこと言うの忘れてた。こ, これはね、ゲームを買った人しか見れないんですもんね。そうだそうだ。この絵めっちゃ可愛いね。ね、すごい、なんかカードまで可愛い。なんかこれもさ、お菓子入ってるやつみたいにさ、ね、なんか女子力、何も突っ込まなかったけど、なかなかないよね、紅茶があって。そうだよね、こういうね、綺麗な、うん、確かに可愛い。あ、そう、質問に答えよう。ゲームだった。ゲームの収録で印象に残っていること、そうだな、でもさ、テレビシリーズのセリフをまた改めてやったりしたじゃない、うん、そうだね、それがまたなんか、あ、懐かしいって思いながらやってた、結構前になるもんね。そうだね、アフレコ自体は前になるから、そのストーリーモードっていうところでね、こうみんなが改めてストーリーを、確かに改めて演じるのはすごい嬉しかったし、あとは私はね、まこさんが、なんだろうな、やっぱりちょっとずつ、あの、初めは戦車はいいみたいなところから、こう前のめりになっていく、そのアニメの時でも印象的なシーンではあったけど、それがまたゲームでいろいろこうセリフでこう眞子さんが前向きになっていく姿がすごく印象に残ってるかな。だってすごい変わったもんね。変わったね。なんかテレビシリーズの時に戦車で起こしに行ったじゃん、眞子さん。あった。あれとかもう忘れられないもん。あれはすごかったね。今日そういえば白いカチューシャじゃん、そうなんです。少しだけまこさんを意識しました。恥ずかしいや。まあ、でも私もね、ちょっとふわって沙織っぽい、沙織さんって思って意識しましたよ、ね、いやでもなんかこうやってガルパンの話を二人でするのって初めてな気がするから、こういうのは初めてだね。確かに5人揃ってはね、イベントであったりもしたけど、あったあった。なんかまた改めてゲーム撮って、なんか懐かしく思ってみたり、あ、でもこれからまだまだ続くんだなっていう感じもして。そうだよね、嬉しかったな、またみんなで一緒に収録したいね、やりたい、アフレコしたいね、したい。お、あれ、ん、これさ、わかりづらいけれど、お、そんなところに真っ白な封筒が。これはなんか選んでいいやつなのかな。ちょっと気になるから。なんか気になるね。あえて隠してた風だよね。開けていいって。開けていい。大丈夫？何か変なこと書いてないかな。あ、色がピンクだ。え？なになに？シュンシュン。なんか手書きだ。本当だ。誰の字？潜入は。入学するならどの学校？かっこ大笑い以外で。おー、これは、これはでも手書きっていうことは第一部の彼女たちからのからかな。3人で決めたのかな、かな。大笑い以外なんだ。悩むな。でもゆかりさん言ってたもんね。言ってたね、潜入捜査してたね。うわ、悩む。お、アメリカだったっけ、潜入してたのは。サンダースの時だったね。どこがいいかな。でもさ、ちょっとカチューシャさんのとこ行ってみたいんだけど。あー、かわいい、なんかさ、あの、戦ってる時に、これやったじゃん、コサックダンス。そう、してた。コサックダンスに挑戦してみたい。なんで、あれ辛くないか。いや、カエロちゃんのコサックダンスしてるところ見たい。あれね、絶対腹筋鍛えられると思う、あれはもう
もう辛いよ、うん、もう辛いよね。あれは辛いよ。でもさ、なんか雪の中でもさ楽しそうだったなと思ってさ、ね、なんかあの時ほら大笑い組はさ、うん、みんなこうふふふってなってたじゃない。だからなんかああいうのいいな、確かに、うん、とは思うかな。なるほどな。他にもね気になるところはいっぱいあるけど。いっぱいあるよ。私アニメでは、うん、あまり強い奴らが来るぜと思ったらすぐに次ってされたアンチオアンチオ、うん、アンチオギさんのとこ。そうそう、アンチオ高校でしたっけ、に行ってみたい。行ってみたい。でもほらかわいい、あれですよ、うん、もう OVA が。そうですよ、出ること決まってますし。そうですよ。今の時はどうなんだろう、これが発売になってる頃には。直後に OVA が出る。ゆかち潜入できるんじゃない。やったぜひね。いやでも気になるよ。だってさ、あんなワンシーンで終わると思わなかった。終わると思わなかった。可愛い子がいたっていうことは確かだった、うん、あのツインテールのね、ツインテールの子。うわ楽しみ。じゃあ OVA もみんなに見てもらいたいし、ね、私たちまだね今の段階ではちょっとまだ OVA 撮ってない。そうなんです、収録段階ではね、うん、だからどんなキャラクターでどんな性格の子たちがいる学校なのかもこれから我々知るので、うん、はい、楽しみです。楽しみです。しばしの休息タイム。2部の皆様もイギリスティーとお茶菓子を堪能してください。すごーい、かわいい。なんかもうさ、うん、リボンまでおしゃれだね。ねー、なんか至れり尽くせりな特典映像だな、うん、なんだろう、なんかご褒美的な感じ、ね、うん、なのかな。ありがとうございます。え、ゆかち、なんかこれはときめくよ。ときめくよ。食べていいんですよね。わーい、ありがとうございます。ありがとうございます。時間となってしまいました。映像を見ている方々へ一言ずつお願いします。はい、ふてがみまいです。ありがとうございます。これを見てるってことは買ったってことなんだよね、うん、素晴らしい、あなたは素晴らしい。ありがとうございます。お手に取っていただいて、先ほどちょっとお話もさせていただいたんですけれども、私たちがこう収録このねゲームに声を入れていた時も当時の様子を思い出しながらこうやらせていただいたり、当時できなかったことをこうもっとこう今回気持ちを込めたりとか、ここはこうしようとか、そういうなんか機会を与えてくださって本当になんか嬉しかったなと思うので、収録もすごくそれぞれ楽しんでやらせていただきました。プレイされている皆さんも、もうね、きっとすでにプレイされている方がほとんどだと思うんですけれども、学校のこうみんなのいろんな学校ありますけれども、こう一員となって楽しんでいただく、自分たちもこう戦うみたいな気持ちでやってもらうのもすごくこのゲームのいいところなのかなと思うので、ぜひぜひいろんな楽しみ方をしていっぱいいっぱい遊んでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、尾崎まみです。そうですね、私もアニメのオンエアを見ていた時に、自分がその学校の生徒側の気持ちになって拳を握りしめて一緒にオンエアを見てた記憶があるので、それを今度は自分が操作をして一緒にこう楽しめるっていうのが、私も多分これ見てくださってるタイミングでプレイしてるかなと思うんですけれども、皆さんも一緒にこう手に汗握りながら、コントローラーを握りながら一緒に楽しく遊んでいただけたらなと思います。たくさん楽しんでください。ありがとうございます。あ、ごめんね、分かりづらい。
わかりづらいよねって。はい、ということで限定版ですよ皆さん。いやー本当にね、多分私も今プレイしているところだと思いますが、皆さん一緒に元気にパンツァフォーしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。またこれからもね、あのガールズ&パンツァまだまだ続いていくと思いますので、よろしくお願いします。以上、中上久美でした。こうゲームを触らせてもらって、うんうん、お菓子も食べたりね、うん、盛りだくさんだったね。美味しかったな、うんうん、じゃあ買っていただいた皆さんに、はい、一言ということなので、うん、どうしようかな。私個人的にはこのお風呂ポスターが気になってる、うん、お風呂ポスターなんでそこテンション上がる。本当だ。なんかね、あのほらゴッチって書いてあるところ に、うん、でも絵はねまだあそこにはほらなんか出してない、出してないの。でもアンコーチーム全員分あるのかもしれないし、ちょっと分かんないけど、もう皆さんの手元にはきっと行ってるであろうポスターだから、まあやっぱりさ、私たち的にはやっぱアンコーチームなんで、やっぱアンコーチームのみんなをこうなんかめでてあげてほしいわけですよ。まあゲームの中でももちろんなんですけど、こういうグッズとかでもいろんなものでこうアンコーチームのみんなをどん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 こう好きに、もっともっと好きに、またテレビシリーズから劇場もありますしね。そうですよ。なのでそこに向けて愛を深めていっていただけたらと思います。今回はあの買っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当に買ってくださってありがとうございます。いろいろと今かやのちゃんが言った通り、お風呂ポスターがついていたりとかそうだよ、ね、他にもいろいろと、うん、あの特典がたくさんですね、あのもうご覧になってるかもしれないんですが、朝まで生戦車、うん、というものがありまして、そちらもまた新たにみんな声を入れて撮らせていただいたりしています、はい、こうやってゲームだけでなく、そうやって特典物だったりこういろいろと、まあ、また近くに発売になる OVA だったりとか、いろんなところでこうアニメの放送が終わってもマコを演じられることがすごく嬉しいなと思います。ぜひぜひ皆さん、ゲームすっごく楽しいので、私たち今、ね、ポンコツでしたけどきっと皆さんならミッションをクリアできると思います。ぜひぜひ皆さん、何回もいろんな視点で楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございました。それでは皆様、またお会いする日まで、バンザー。